市会議員の吉田勤でございます。発見動画チャンネルです。今日は秋の全国交通安全運動の期間中です。ちょうど2日目になります。今この鶴川市民センター前の交差点には交通安全の上り旗が立っておりますが、町田市内各所に町田市交通安全委員会、南大沢交通安全委員会の皆さん方がボランティアでそれぞれ交通指導をしていただいております。ここもたくさんの車が出たけて、ちょうどお昼から今出たところですが、皆さん方がまたお集まりいただきまして、こちらの店舗の集合していただいて、皆さん方これから指導をしていただくわけです。今日は非常に晴天に恵まれまして、非常にほかほかとした陽気になっております。この今年は町田市は交通事故死亡件数が昨年よりも少なくなっていまして、非常にありがたいことです。このまま進んでいただきたいわけですが、話を聞きますと昨年多くなったのもこの時期以降多くなってきたようですので、どうぞ皆さん方くれぐれも交通安全に努めていただきますように願いまして終わります。